友野純三郎は昭和期のコメディアン、俳優。息子はスタイリストの山本光一郎。愛称は万純。山形県米沢市に何画家の息子として生まれる。父について山形と東京を行ったり来たりするが、5歳の時から山形市五小町で育つ。山形市立第一人上小学校卒業後。 熊谷市の兄の家に寄宿して高等小学校に通っていたが、兄との折り合いが悪く家出し、東京に出る。そこで、母方のおじで、心パ劇の河合武雄の番頭をしていた、斉藤幸三郎を頼り、文芸協会出身の新劇俳優、東儀鉄敵の付き人となり、彼が主演した映画に出演する。その後、生息英語学校に通っていたが、俳優への思いを断ち切れず、 当儀が所長をしていた、進撃研究所の研究生に応募するが落第。東京市内を回っていた、中川竹31座に入る。その後、いくつかの劇団に入るが、映画にも取り組んでいる、赤獅子を一座に入り、カゴ鍵役などで映画出演する。1927年、日活大将軍撮影所に、欧米屋俳優として入る。しばらく、 早くでの出演が続いたが、1929年、渡辺邦夫監督の竜巻長屋に大役をもらう。以後、渡辺監督に喜劇俳優として徴用される。1931年、東京に戻り、曽我野屋59郎一座に入り、清川二次子らと活動するが、1934年、大都映画に入り、主役級として活躍。極東映画を経て、 1937年、日活で親しかった、長田正一が所長を務める新興キネマ、京都撮影所に入社し、忍術映画などで活躍する。1939年、新興キネマ園芸部が呆れた、ボーイズなどの吉本工業の人気タレントを大量に、引き抜いた時も暗躍する。ところが、引き抜きの工作に奔走する際、友は狙う、相手の名前を書き並べたメモ帳を、 円卓の中に置き忘れてしまうという大失態を犯し、ことの重大さに自殺まで考えたという。しかし、友が降りた後、その円卓を拾ったのが、歌手のハイダ・カツヒコで、ハイダは拾ったメモ帳を何も言わずに友に送り届け、ことなきを得て以来、友はハイダに頭が上がらなかったという。1 9四十年、化け猫女優こと、鈴木澄子らとハワイ、サンフランシスコ巡業を行い、 帰国後、秋田みのの応援で、さよ福子らと劇団を結成するがほどなく解散。小さな演劇の一座の座長として、終戦を迎える。ただし、徴兵の召集令状は受け取っていたが、徴兵検査には、きれいに化粧、助走で出かけていき、その格好を見た検査係官が憤まい、検査場から追い出され、さらに検査直前には醤油を大量に飲み、肝臓病を装って、 長兵を逃れている。戦後は、清川虹子、笠木静子らと浅草で活動し、美空ひばりの売り出しを図るが失敗。1951年頃から、当時同棲中の清川虹子の仲介により、新東方の斉藤虎次郎監督の一家に入って、本格的に映画に復帰する。1951年、斉藤虎次郎監督、高田光吉主演の、キツナナ 鳥物町、一番手柄に出演した折、アジャジャーにしてパーでございますが、大受けし、それを短くしたアジャパーが大流行。1953年には、主役映画、アジャパー天国が、斉藤虎次郎監督で作られるに至り、万純の愛称で、主演映画が、次々と封切られる売れっ子スターとなる。1955年からは、小畜で、 花火シアチャコと共演の二等兵物語シリーズ、1958年からは森重久やフランキー堺井と共演の駅前シリーズが大ヒットする。鎮演会演をする鎮友とも言われ、喜劇俳優として活躍する一方、1964年、内田トム監督、水上務原作の騎が海峡の老刑事の演技で毎日映画コンクール、男優女演賞を受賞するなど、 シリアスな演技にも独特な味わいを見せた。同映画に出演した際には監督の内田から徹底的にしごかれ、自信を喪失してしまい、落ち込んだ表情になりがちだった。しかし、実のところそれが内田の狙いであった。結果的に、友はいわゆる枯れた演技を成し遂げることになった。浅草サンバカーニバルを発案したり、募金運動の歩みの箱の提唱者でもある。 関西出身ではないのに、関西喜劇人協会の会長を務めたり、若き時代の厚見清や幾田悦子をいびり倒していた。また、稲川会の稲川清城の庇護を受けており、雑誌記者が稲川の自宅を訪ねた際に、遊びに来ている、友野純三郎の姿を幾度も目撃している1978年、四樹法賞受賞。1981年10月26日に、 食道上脈瘤破裂により73歳で死去。枕元には、かつての妻の清川に事故がおり、友を看病し、もしも清川が務めた。遺作は死去後の11月3日から放送が開始された、連続テレビドラマ、ひまわりの歌。ありがとうございます。